こんにちは、こやこどお兄さんの時間だよ。ということで今回は荒野行動に出た新マップワイルドオアシスをやっていきたいと思います。ということでですね、まずはとりあえずまあここら辺のなんかハートマークがついてるガススタみたいなところに降りるわけなんだけど、カーファクトリーって書いてある。なんだカーファクトリーって。ワイルドオアシスってやつは本当にもう昨日、まあ今日9月29日なんだけど、まあ多分昨日とかに出たと思うんだよね。だからみんなまだ何にも知らないと思うから、この荒野行動お兄さんである僕がしっかり解説していこうと思います。ということでまずはね、なんかある、なんだこれ、エスパーエクストリップ、まあいろいろあるみたいだね。うん、まずカーファクトリーを紹介する。これなんと車が買いますー。ガソスタで車が買える、素晴らしい。そんなことがあるんだね。何味噌、これを乗って出発よ。まずは開発地区に行ってみようかなと思います。で、この開発地区ってあるじゃん、これなんと一個すごいのがあるから紹介したいんだけど、これ見て、ここ、これ、あ、てか待って、これ使えるのかな、あ、待って、バンクスス、あ、やらかした。で、まあこうやっていろいろなんかパンクできたり車を修理できたりみたいないろいろあるんだよね。で、これ車、まずこれ乗るでしょ。でね、これ見て、これここ、ここです、ここ、あ、これ、これ乗るとなんと飛べるんですって。やばくない、こんなジップラインなんて FPS 史上初めてだよね。他のゲームで見たことない、バトロワで。で、見てください、このキルログ。なんとやっぱりこのマップは新マップっていうこともあって、ボットがいないんですよ。新ボットもでかい。なんて素晴らしいゲームなんだ、荒野行動は。すごくない？マジで。今日は、その開発地区紹介したかったから、あ、銃声聞こえる。開発地区を紹介したかったから、まあ、適当に降りたけど、まあ、適当じゃない、開発地区降りたけど、まあ、おすすめの激戦区、やっぱニューベガス。そこで補給しよう。え、開いてんだけど。やっぱ、攻撃されているわ。どこ？目標に命中よ。え？奥の、あいつに。いたいたいた、撃ってくるな。やばい、てか、爪、こういう行動の爪じゃねえな。荒野行動の爪じゃねえな。で、今何をと思ったよ、忘れちった。で、まあ、僕は、あ、とか、あ、そういえばショットガン下方修正入った。まあ、情報なのかわかんないけど、弾のね、数が減って集団率が上がったらしくて、まあ、良くも悪くも、なんだっけ、シャンクスのセリフ調べよう。良くも悪くも、悪くも、シャンクス、え、なんか敵いるわ、これ出航。目標に命
新たな安全地帯が確定しました。怖いんだけど普通に。てれれんて、え、泳いでる？え、泳いでんだけど。え、さすがにプレイヤーかな、あれ。最近てかね、あんまね、はい、動画ちょくちょく上げてるけど、配信全然できてないと思うんだけど、まあもうやると思うんで、待っててください。ボットか、何やってんの。すいません、ちょ待って待って、フキンさん聞こえる？フキンさん聞こえますか？ね、何やってんのお前。ちょ待って、えいてちょ、聞こえる。もし来てよお前。そう、最近ね配信マジしてないんだけど、普通にで PC をねちょっと変えなきゃいけなくて、いろいろ大変混雑しております。なのでまあ、あと10月26日が俺誕生日なんだよね。一人10万ぐらい、残り人数は半数になりました。祝儀なんて言うんだっけ、結婚式に3万持ってくの祝儀。俺結婚式まだ人生で一回も行ったことなくて、行ってみたいんだよな。まず結婚式あれだよな、なんかどっか借りて、母校とかの体育館のホールで借りて、体育館ホールっていうか体育館借りてやって3万もらって、黒字で結婚式迎えたいな、マジで。3万、1人3万っしょ。で、ファン呼びまくる。ファン呼びまくって100人ファン呼んで結婚式、そしたら300万やん。熱っ。新たな安全地帯が確定しました。え、何この向き。安全地帯の中でよかった。聞こえますか、フキンさん。フキンさん聞こえる？フキンさん。フキンさん聞こえますか？フキンさん。え、なんでこんな当てられた？え、なに？目撃してんだけど。フキンさん。落ち着いて。ちょ、一回話聞こう。話聞けや、お前。まあ、どんな感じで、まあ、皆さんに紹介して新マップの内容はざっくり紹介できたんで、こんなもんっすね。はい。ということで、今回は、ワイルドオアシス。まあ、先行プレイで、まあ、紹介していきました。まあ、また何かあれば、コメント欄からよろしくお願いします。さよなら。